はい、よろしくお願いします。稲津でございます。というわけで、ダブルスで使うストローク上級編というところで、今日も女子プレイヤーのエコさんと練習をしてますけれども、今日は、アプローチで使うロブですね。ここのところやってみたいと思います。はい。まあ、普通のロブと何が違うのという感じだと思いますけれども、まあ、これオンコードでの動画でも言ってますけど、距離がね、変わってきます。はい。やっぱり、普通のロブっていうのはベースラインとかベースラインの後ろから上げていくんですけど、じゃあこのボールをロブで打ってアプローチしていこうと思えば、やっぱりベースラインとサイドラインの中間ぐらいで前に入りながら打っていくと思うんですよね。ということは距離が短いわけですよ。はい。ロブ距離が長いとアウトの心配ないけど、短いと、うん、どうしようみたいな感じに、ねなると思います。まあ、そこのところをきっちり距離のコントロールをするというのも踏まえて練習をしています。結構ね、身につけると役に立つテクニックになると思いますので最後までご覧ください。いつも通りオンコートの動画を見ていただいて、その後補足説明という感じでいきます。では行きましょう。どうぞお願いします。お願いします。というわけで、ダブルスのストローク上級編ということで、はい、今日は、ロブ、はい、ロブなんですけど、ただのロブじゃなくて、もうロブを上げて自分がしっかりアプローチで前に入っていく形を、はい、やろうと思いますので、こう下から上にこうポーンって上げるよりは、はい、かなりコートの中で打つので、はい、ブロックの感覚が、必要になってきます。はいはい、ちょっとやってみますね。はい、じゃあまずちょっと後ろから打ってみます。後ろから上げるときはこういう感じで、こう下から上に持ち上げるような感じにしても、まあ、しっかり距離が長いのでアウトせずにロブって入っていくんですけど、これをこうアプローチショットとかリターンダッシュとかでやってしまうと、やっぱりコートの中から打つので、こうアウトの可能性がこう高くなります。はい、ですからこの前で打つときはブロックする感覚を使って、こういう感じでロブを上げていきます。こういう感じでコントロールね、はい、していきます。じゃあ行きましょう。はい、ロブアプローチ、はい、もうちょっと高さを出したいんですね。はい、あとは高さを出して、まあ、止まらずにそのままもう前にサービスラインぐらいまで走っていきましょう。はい、でポイントとして、今なぜボールが上がりにくくなってるかっていうと、はい、打つ前に左足が体の前にこうかぶさりすぎてしまって、こういう感じになってます。はい、ちょっとこう詰まりやすいというか、はい、っていう感じ。これを体を前に向けておいて、まあ、ちょうど歩いていく時の最後右足が出ました、構えます。はい、左足がねまだこう入ってない状態を作っていきましょう。はい、あ、そうですそうですそうです。こうくると力が加えにくくなります。はい、はい、こうくると力が加えやすくなるので、ここから左足を踏み出しながらインパクトをしてあげると楽にボールが上に上がるようになると思います。はい、はい、ちょっとやってみますね。はい、こう入ってしまうとやっぱどうしても詰まるので、はい、距離が出にくい。こういう感じで左足から出してあげると、あ、右足を出してあげると楽にこう上にボールが上がるようになります。はい、はい、歩きながら打っていく。だいぶ上がりだしましたね。はい、ナイス。はい、そのままじゃあ走っていきましょう前に。はい、アプローチ、ナイス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 。だいぶ良くなってるんですけど、はい、まだ若干こう詰まってるんですね。はい、でボールのところに最後行くときに、この体と打点との距離をもう少しこっちに離したいです。あ、こっちに遠い方がいい。はい、どうしても近く入ってくるので詰まり感が出てくるので、はい、これぐらいですね。で今こう右足ここにあったら、はい、左足これぐらい後ろにあります。本当にこう最後歩く時のこのポーンっていうぐらい離れとくといいんですけど、はい、どうしてもこれが近く近くに来て体をこうこういう感じで使おうとしてしまうので、じゃなくて前向いといてそのまま当ててあげる感じに近いですね。はいはい、とこの目の前にスペースがすごく広がるので、はい、ちょっと面を上に向けるだけでもこうボールが上がっていく。でイメージとしては
インパクトした後に左足出てくるかなぐらいでいいと思います。これがこう歩きながら打つっていうところをちょっと分解していくと、はい、そうなりやすいかなというところですね、はい、なので、良くないのはやっぱり先に入ってしまう、うん、でだいぶ今遅れてるんですけど、はい、じゃあ打った後にインパクトの後に左足が出てきてるかっていうとまだちょっと先に出てきてる感じです、はい、ちょっとやってみますね。これぐらいの感じでいくと楽に上がるんですけど、はい、同時ぐらいだとやっぱりちょっとこう詰まり感が出てくるので、はい、ボールを横に離すところと当たるか当たらないかインパクトするかしないかで左足が出てくるぐらいのタイミングでいきましょう、はい、ナイス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 、はい、はい、じゃあ前半入ります、はい、離れて離れて、そうそうそう、今の方ナイスナイスナイス、オッケー、だいぶ距離が出ましたね、体からね、はい、ナイス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 、はい、で欲を言うと、はい、グリップがね熱いままやってるので、これもやっぱりちょっと、はい、上に距離が出にくい原因になってるかなという感じです。でなんとかうまくできてる時もあるんですけど、少しだけ薄く変えるだけでもボールってだいぶ上に上がりやすくなるので、はい、まあ、相手にちょっとぐらいバレても大丈夫かなっていうぐらい変えてあげるといいと思います。おそらくバレたからといってすぐパッと反応されるかっていうと、それほどでもないと思うので、まあ、最終的には打つ直前にピュッと変えれるとね一番いいんですけど、まずはまあバレてもいいかなぐらいで、しっかりと変えて、はい、打ってみましょう。あ、はい、ナイス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 ループです。はい。あの感じもこう、はい、ダブルスやっぱりこう試合出るようになると、はい、ものすごく相手を崩すのに、役に立ちます。で最初にちょこっとやったように後ろからこう持ち上げるように上げるパフォーマンスしかないと、はい、なかなか前に入りながら自分が次ネットにアプローチしながらロブっていうのは難しいんですけど、はい、なぜかというと距離が狭いので、はい、もうここまで前に出て打つので、はい、普通に放物線でこう上に上げちゃうとアウトするし、はい、自分が前に歩いていく、体重がそのまま乗るとより強くなってアウトする可能性が高くなるので、はい、ああいう感じでこうブロックしてこう上げるような感じを覚えれるといいと思います、はい、ポイントはこの距離と、はいはい、と右足左足で入ることかなって、はい、やっぱりこう横向きで詰まってくると、上げにくくなるので、はい、っていうところが一つと、あと、はい、まあ、ちょっとグリップをやっぱりコンチネンタルまでいかなくてもフォアハンドイースターまででいいんで、ちょっと薄くするとかなり上にボールがこう弾けるようになるので、はい、そこのところしっかりやれるといい武器になると思いますので、はい、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりですね、こうブロックをしてスライス気味の回転をマスターする、これがね、必要不可欠かなと思います。はい、フラット気味とか、ドライブ気味で打つとやっぱりコートの4分の3ぐらいの距離に収めていくっていうのはね、なかなか難しいです。まあ、できなくはないと思いますけど、やっぱこうリスクが高い。はい、それに対して、しっかりと相変わらずこうブロックをしてスライス回転をかけていくというところですね、大事にできるといいと思いますし、そのために必要なのは、おすすめなのはフットワークですね。やっぱり、体がねこうかぶさってきまってこう詰まってくるとなかなか距離の調節ができなくなります。おそらく短くなる方が多いのではないのかなと、思います。はい、それをああいう感じでこう歩くようなステップにしていく、右足左足で歩く、軸足の方が、左足よりも前に出るぐらいの、パフォーマンスを、覚えてしまえば結構ね、楽にボールが上に上がるし、楽に距離が出るし、自分もそのままスムーズに前に行けるという感じだと思います。でどうしても、左足が前に先にかぶさっていてこう詰まるような感じになってくると、かなり強めに打ってもやっぱボールが上がらないんですよ。なので距離が出ない、距離が出ないと前衛に捕まってしまうと、いうことになりますので、しっかりとその歩くようなステップですね、ラケット面を上に向けて、インパクトをしたら本当素直に上にボールがヒュッと上がる、はい、打点が体の、ね、前にあって自分の歩く推進力がボールに乗っかって、打てるような感じに、できるといいのではないのかなと思います。本当にこの、ね、こう視界の感じが変わります。はい、
オンコートでさっき練習しているような感じでやると、顔をね、こう前向いたままでプレーができるんです。まあもちろんちょっとは横向きますよ。ただ前を向いた状況でプレーができるので、相手のボールもすごくよく見えるし、こう前を向いてると上っていうのがね、こう意識しやすくなって、手のひらを上にヒュッと向けるだけで、ボールも、自分のイメージ通り上に上がってくれます。でも、こういう感じで横を向いてしまうと、横向きに入ってしまうと、なかなか上向きっていうのが作れないし、体の自分の横ですよね、左肩のラインを越えてボールが入ってきてしまうので、そういう感覚になるとやっぱり力がこう伝わりにくい、はい、体の前で体が前に向いてると押すっていう感覚ですね、プッシュのこう力が入りやすい場所があるんですけど、体の横に来るとプッシュっていうよりはもうなんかこう切ってるだけみたいな感覚に、ね、なってくると思うんですね、はい、で後者の方になってくるとやっぱりこのロブアプローチとかロブこれリターンダッシュにも使えますから、ロブリターンダッシュとかがやっぱりこう難しくなってくる面がねあると思います。はい、今日のところのフットワークのところを使うとしっかりと打てるのではないのかなと思います。はい、まあ、歩くような感じっていうのが一番イメージにあるし、そもそもこう距離をねしっかり4分の3の距離入れるにはやっぱりこうブロック気味の感じにして、スライスをかけてあげるということですね。もちろんフォロースルーはつけてくださいね。ブロックっていうのは当たる時のこのパチンという当て方が、ブロック気味というところですね。バシッと打つよりはちょっと止めるような感じで入っていって、やると。ただフォロースルーはね、ちょっと高めに、上に上げてあげた方がボールはやっぱり上がりやすくなると思います。はい、以上のようなところを気をつけるとアプローチとかリターンダッシュでロブが使えるようになります。はい、このパフォーマンスがあるとやっぱり相手からするとね、おアプローチ来るのかなと思ったところでおっとロブをこう上げられることによって、またこうチェンジせなあかんやんとかね、これどうしようかな、私取れるかなと思ってちょっと下がって、あやっぱ無理みたいな感じでチェンジすると相手の陣形が崩れた状態で、今度こちらは平行陣を作って待ってると、しっかりねこう決めれる可能性が上がっていくという感じになってくると思います。はい、以上のようなところを気をつけるとまたこれでねもう1ポイント取れるし、相手の陣形を崩せるしっていうパフォーマンスが身につきますので、ぜひコートで試してみてください。